ゴムゴムのボールをね自分のものにしました。これ先ほどね嫌なボールが出てきましたよね。かけないのに倒れてる選手もいるし、かけないのに倒れてる選手もいるし、レッドカード、川島にレッドカード、日本川島退場。そしてシリアに PK が与えられました。なんですかこれ、これがアジアカップなのか。なんですかこれ、川島退場、キャプテンの長谷部が。なんなんですかこれ、なんなんですかこれ、なんなんですかこれ、なんなんですかこれ。PK が、まあ、獲得した瞬間からボールを自分で掴んで離しませんでした本田圭佑。これは自信があると見て松木さんよろしいですか。黙っていきましょうこのシーンは、黙っていきましょうこのシーンは。全てはこの本田に託された。決めた、ナイス本田、日本勝ち越し。よし本田 PK 成功。いや日本が勝ち越しに成功しました。いや岡崎いい、岡崎頑張ったよ岡崎ね。岡崎の頑張りがこの PK を生んで、そして本田はど真ん中に蹴っていった。いや松木さん、この状況で真ん中蹴れるもんですか。しびれただろうね本人も。ちょっとミスキックになったのかもしれないですけど、はい、まあいいんだ、入ればいいんだ、ああいいんだ、入ればいいんだ。松木さん、はい、ここからの時間帯から戦う集団への意識ですよね。いやそうですよ、これがねいかにみんな一つになれるかっていうのはね、これ勝敗分けるからね。10番のアルハティブ、ゴールキーパー西川、岡崎足を滑らせた、一人行け、シュートが来た、一人行け、遠藤が行っている、足を滑らせた、一人行け、シュートが来た、一人行け、遠藤が行っている、寄せろ、シュートは渡したくない、長谷部守った、長谷部が守ってくれた、日本のカウンター、松井がカウンター、1対1、内田も来い、内田も、本田も上がる、内田も上がる、日本数的同数、内田を使い、入ってけ内田、本田へのクロス、うわーゴロだ、1対1、内田も来い、内田も、ホイッスルは鳴っていません。集中して1人少ない日本守りたい。ファールなし、松井、ファールはない、まだシリアがボールをキープする、10番のアルハティブ、よしよしよし、日本守りたい、ファールなし、松井、ファールはない。細貝がどうやら投入されるようです。クロスが上がる、踏ん張れ、トンドがクリアします。踏ん張れ、トンドがクリアします。ロスタイムは6分です。ロスタイムの時間を聞いて一気に盛り上がりました、シリアサポーター。ふざけたロスタイムですね、これね。日本にとっては試練の6分間。ふざけたロスタイムですね、これね。5番フリーだ、5番。2人がかりでいく日本。岡崎のディフェンスが効いています。細貝。細貝、5番フリーだ、5番。その中で今日ゴールを守っているのは西川周作です。もう手袋にノリがついてる感じですよね、ね、ピタッとこうボールを西川が収めました、ね、素晴らしい、まあ、もう手袋にノリがついてる感じですよね、ね、ラインが終わって日本ボールに変わります。松井、長友全然触らないですね。触らないね。非常に献身的ですね、うん。もうこういうゲームになると我々解説しててもサボりそうになるんだけど、大したもんだよね。プライドが多分許さないんでしょうね。1対1で抜かれるというね。もうこういうゲームになると我々解説しててもサボりそうになるんだけど、今岡崎が倒されました。そしてホイッスルは。
カタールボールです。いやただ近藤選手決して悪くないですよ、はい、今の23番セバスチョンが、はい、今の23番セバスチョンが、ただまずはここをね抑えることが大事ですからね。後半から入りました。これ壁は1枚でいいのかな、足りなくなるから1枚か。手前には10番の香川が1人立っています。1枚だったらいらないくてもいいんじゃないかなと。ファビオ・セザールは左足よーっと来た、日本勝ち越されました。あそこも1枚欲しいな。フリーキックで失点。吉田が退場になったその直後、日本やられました。1対2再びカタールがリードしました。いや確かに1人もう壁は、はい、あそこ1人入れんならいらないと思うんですよ。2人は必要だったと思いますよ。ただまあ退場者が出たということなんですけども、まあ、その辺の判断は難しいけども、はい、いや今の判断は難しいところでしたけどね。でも壁があれば今のボールはね、いや悔しいね。あ壁があれば今のボールはね、いや悔しいね。無理してでも入っていけば PK っていうのもありますからね、はい、そういうプレーが出てくると面白いですよね。本田がそうだ入っていけ、本田が行く、本田潰れて岡崎、日本が分厚くいく、10人の日本が、遠藤です。おファール、ファール、ファールじゃないの。17番の長谷部が抑えた、15番抜いた、香川、香川、倒れて、PK だ、守備が入った、勝ち越した、ゴールゴール、よしよし、若い、倒れて、守備が入った、守備が入った、勝ち越した、ゴールゴール、よしよし、若い日本の選手たち、いいぞ、この苦しい戦い見事に勝ち越しました。いや見事なボールだった。日本このカタールのサポーターを黙らせました。これ遠藤からでしょ。出場停止の内田に代わって右サイドに入った香川が行く。そうですね、香川が潰れてそこを落ち着いていました。井の葉見事に代表初ゴールが値千金、勝ち越した。いやーこのね松木さん、はい、まもなくロスタイムに入ります。よし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 、日本の残りの戦い方、いやもうこれはもうまずディフェンスですよ、ディフェンス、はい、ロスタイム今4分、ディフェンス上がる、柏抑えた。ロスタイムカタールドーハ、日本守れ、やっぱりニアに来ますからね、これね、とにかくボールに行く、1点リード、取り切る、よしよし、何か一つ一つのプレーに選手たちの鼓動が聞こえる。そうもう一回行った方がいい。ファビオ・セザール小さく出した、セバスチャンシュート、よし、放り込んでくる、ここを守りたい、クリアした、遠藤もう終わっただろう、よし勝った日本、勝った、よし日本勝った、よし日本準決勝進出。苦しい戦い、10人という数的不利の中で若きこの日本代表選手たちが見事に勝ち抜きました。もう終わっただろう、よし勝った日本、勝った、日本勝った、よし日本準決勝。センターバックのファン・ジェヨンからこのロングボール、ね、このこういうボールですよね。おお、ホイッスルが鳴って PK だ、なんと PK だ、なんですか今の、なんですか今の。岡崎、岡崎チャンスになる、香川パクチソンのディフェンス、こちらホイッスルが鳴りました。パクさん、はい、今献身的にパクチソン帰ってきましたね、はい、もう本当にパクチソンもう4人ぐらいいるんじゃないかと思わせるぐらいね、あちこちのところに顔出すんでね、本当にパクチソンもう4人ぐらいいるんじゃないかと思わせるぐらいね、あちこちのところに顔出すんでね、
ファールを取られましたが、松木さん、まあ、このレフリーね、ここで負けてはいけないんですよね。いや、ただこのレフリー、はい、ちょっと手がね、肩にかかったりしてもすぐ取るんで、その辺十分注意して両手を広げてジャンプするとかね、はい、その辺の工夫が必要になってくるでしょうね。まあ、少しでも相手の選手に手がかかってしまうと、そうですね、ホイッスルが鳴る傾向にあるということですね。もうふざけた PK はいらないですよ、はい、もうふざけた PK はいらないですよ、はい、そこで踏ん張りを見せて、はい、あ、これチャンスだ、岡崎、チャンス、岡崎打て、左足のシュート、ダメか、これは右に振りでしたね。長谷部からこの縦、岡崎へのボール。ただ岡崎この試合1本目じゃないですか、シュート、はい、多分、あ、3本打ってるか、ね、思い切ってシュートを打ってきました岡崎。ただ岡崎この試合1本目じゃないですか、シュート、はい、多分、あ、3本打ってるか、引き寄せて立ち上がってきました。韓国がロングボールを入れる、北朝鮮のセンターと、あー、はっきりしろ、キーパー見合ってしまった、はっきりしろ、危なかった。いやこれはまずちゃんなくしたいんですよね、日本は。これね、でも今日のゲーム、はい、立ち上がりから結構バウンドさせてしまうボールがね、はい、ゴール前で多くて、はい、これはでもね、キーパーがもっと早めに声ですよね、はい、自分なのか誰なのか、はっきりしろ、キーパー見合ってしまった、はっきりしろ。これが日本助かります、うん、そうですね。本田圭佑、そう、内田いけ、内田が上がる、内田が上がる、内田いけ、内田が使っていく、いけ、内田、日本ボールのスローインになります。山津さん、内田の頑張りが日本のスローインを生みました。やっぱりね、あの、はい、縦行く回数少ないですからね、はい、いけると思いますよ、若いですしね。やっぱりね、あの、はい、縦行く回数少ないですからね、はい、いけると思いますよ、若いですしね。アドバンテージを取っている、勝負しろ、岡崎から本田、勝負しろ、本田から岡崎、いいボールが出た、ホイッスルが鳴った、 PK か、 PK、 PK か、 PK、 PK か、 PK、 PK だ、 PK だ、 PK 獲得、よし、日本が岡崎の突破から PK を獲得。岡崎の突進ですね、効きますね、今のシーンです。これはね、うん、ただね、ただ この時点では外の ね、はい、相手の選手はただペナルティーエリアの中に入っていました。ただファール、ここは外ですよね、はい、だからまあいいんじゃないですか、中で、はい、中でいいでしょう、これ。いや、PK 吹いたらもう終わりですね、はい、ジェオンのこの体を、まあいいんじゃないですか、中で、はい、中でいいでしょう、これ。ふわりと浮かせたボール、落とした、危ない、危ない、シュートは危ない、切り返した、日本の壁だ、日本の壁だ、決まってしまった、危ない、危ない、シュートは危ない、切り返した、日本の壁だ、日本の壁だ、決まってしまった。ただクジャチョルはその後半でもう相当足を痛めてましたからね、はい、もうこれ外すよ、外すよ、取れ、よし、取った、川島が止めた、よし、取った、日本まず一歩リード、ドンピシャリですね、今読みましたね、これ外すよ、外すよ、取れ、決めた、日本勝った、本田が最後は決めた、日本素晴らしい、韓国を下し見事決勝進出、日本が韓国を破りました。松木さん、はい、まあ、敗れた韓国の選手たちも本当に素晴らしかった。ただ川島が本当にこう最後の最後思いに応えてくれました。いや、やっぱおとぎのあるね、ゴールキーパーですよ、はい、もうなんとかね、ここで取り返すっていうね、はい、その気迫がね、韓国の選手たち上回りましたよね。で、またね、はい、同点になって PK 戦、日本のすごい底力を見せつけるためのね、はい、同点だなというふうに僕はもう解釈してますよ。よかった、七海さん、大いに応えてくれました。いや、やっぱおとぎのあるね、ゴールキーパーですよ、はい、